皆さんこんにちは、高橋明です。今回はロリー・マキルロイの、スイングを見てみたいと思います。彼はよく両選手ですね、石川両選手と比べられる、選手なんですけれども、まあ、年が近い、21歳ですねの選手なんで、よく書き込みを、などにですね、書かれているんですけれども、ノースアイランドの選手で2009年2010年の2年間でメジャーに5回出場して、そのうち3回が3位というですね、非常に実力のある選手です。まずセットアップ見てみたいと思いますが、ドライバーにしてはちょっと前傾があるかなという気がします。その分シャフトですね、この来角がちょっと鋭角です。体からちょっと離れています。これも理由があります。後でご説明申し上げます。まずテイクバックを見てみます。きれいにスクエアに上がってますね。ここでも球の方向を向いてスクエアです。非常にフラットなんですけども、きれいな直角三角形ができています。少しもあまり回ってません。最新のですね、パワフルな、モダンスイングです。そしてここですけどね、これだけ沈みます。タイガーウッズと同じような、ちょっと沈む癖があります。これですね、インパクトの瞬間、この宇田の、線ですねとシャフトのライン、この角度、ここですね、これがアドレス時から比べて非常にあります。25度から30度近くあります。この角度の差がありすぎるとどうなるかと言いますと、このヘッドが外回りをするんですね。おそらく5、6センチ外回りしてしまうと思います。それをどこかで調節しなきゃいけないんですが、普通の選手ですとこの肩、だいたい15度から20度回せば、調整できるんですが、彼の場合には前傾がありすぎましたので、その分もっと、持ち上げなきゃいけない。そこで今この前傾なんですけれども、これが、アドレスよりもおそらく10度近く起き上がってます。要するにインパクトの瞬間にこの前傾角を変えないとダフってしまいますので、ここで調整してるわけですね。ですからもともとこの角度で前傾してアドレスすれば、この浮き上がりがなくなるわけですけれども、このフェース見ていただくと分かりますけれども、しばらくの間打った後ターゲット方向向いてますね。非常に足も伸びてて、腰も回転してて非常にパワフルなスイングです。そしてまっすぐターゲット方向にですね、両腕がきれいに伸びてます。膝も伸びてます。ハイフィニッシュですね。以上です。